昔々のこと、7つ揃えるとシェンロンが現れ、信頼できる仲間、強力なライバル、地球は謎の異星人選手の侵入を許してしまう。
れだぎゃ。あ、確かヤンジロビーだ、バカトリ。どえ、俺はよ、みんな事情はわっ。じゃあな。あ、オランチの悟空さとごはんちゃんが来てるはずだべ。あ、ピッコロ大魔王に悟空さはし、さて、そんな、トゥレー、トゥレー、乗れ、はい、乗れ、あちら、乗れ、よ、解放しろ。やってくれたじゃねえか、てめえ。そ、
そんな。辛くもサイヤ人の撃退に成功した悟空。よく覚えておけよ、ゴミども。クリリンとゴハン、そしてブルマは戦い。ナメック星にやってきたゴハンたちであったが、フリーザのあまりに強大なパワーにゴハン一方、その頃ベジータとの戦いの傷、ベジータたちの度重なる妨害に、強大な力を持ったギニュー特戦隊、そして待ってよ、今大気の、あんたたち、なんでいきなり外に出て、まったくもう、見てよ、反応があるわ。クリリンさん、強い気を、やーね、何言ってんの、それなめ、え、サイヤ人の宇宙、くそ、あいつにど、あなたは、しかも、もったいないこと、まさか、信じられない、
もっとビシッとした技はない。化け物だ、ベジータの攻撃。お命ちょうだい。ベジータがやられたら、ご飯。さあ、おちびちゃん、遠慮しないで。くそ、なめや。今の攻撃はなかなかだったぞ。すごすぎる。そして願いを叶えた。出ない。ちょっと呪文が違う。クリリンさん、誰？おい、二つの気を感じるぞ。邪悪な気だぞ。悟空！あのギニューってやつじゃないかと思ってさ。悟空、お前、なんか変じゃ。そんなバカだ。お前はその体をうまく使えないんだよ。勝てる。俺とこいつらで戦えばな。ほうほほほほ。じいじ。なるほど。そうか。どうせならいいだろう。
気をつけ。悪夢だ。ドゥラドゥラ。うわあ、料理しようか。どうやってそんな力をつけたのかは、太刀打ちできる相手じゃない。貴様ら、許さん。危なかった。はい、よっ、さあ。
これゴミの分際ナメック星のシェンロンであるポルンガの願いによって、だが悟空はフリーザとの決着、悟空とフリーザの壮絶な戦い、悟空が死んでしまったと思っているブルマたちは、しかしポルンガはその願い、なんと悟空は生きていた。死んでいた仲間たちを生き返らせ、ご飯たちは、悟空の無事が分かってから、約そんな中、突如として地球に飛来し、悟空のいない今、地球の命運が、誰もが諦めかけていたその時、少年は一足遅れで地球に戻ってきた悟空に、フリーザをも圧倒したトランクスをして、恐ろしい存在という。
俺をかぶせ。いいよ、俺が連れてって頼む。クリリンさん、そいつもドクターゲロの作った。心配しなくていい、こいつは多分悪いやつじゃないと思う。よいしょ。わかったわ。ありがとうございます。セルとの戦いの中、必死に18号を救出。
ドラゴンボールを七つ揃えし者よ。この中から好きなもの、いいだろう。さらばだ。